マイクを入れていないっていうことですね。それから、それから。なんかあるかな。なんだっけ。か。シークレットウィンドウはすぐに消したりできるんだ。よし。こんばんは。こんりゃん。こんりゃんです。こんりゃん、こんりゃん。やるよ、今日は。ついに行きました。月一でやろうと言っていた。一致するまで終われません。一致するまで終われません。ついに行きました。多分これで入れるはず。入れるかな。おそらくこれで入れるようになるはず。でくれてありがとう。とりあえずね、1だね。1。お、クラゲちゃん早いってきました。早い、さすが。とりあえず1回でもいいから、それを1回。ツイッターにもう一回ツイートするか。5人ぐらいは欲しいよな、最低でも。いけるかな。配信開始しました。ツイート。まあ一発でいっちゃったもんな。いけるか一発で。10連続で一瞬か終わるの。一瞬か。10連続で一瞬か。いやー、さっと終わっちゃうんだろうな。楽しみだな。フラグも立っております。あ、これ問題サンプル、こんなんか。すげえサンプル。あから始まる国名、いから始まる国名、かから始まる国名、川がつく名字の定番と、いや、たがつく名字の定番って結構分かれそうだな。この辺結構分かれそう。せめてね、4、5人欲しい。せめて4、5人欲しいんだよな。やるとしても。せめて4、5人欲しいぞ。マジで。企画倒れもいいところだぜ。いやー、来てくんねえかな、誰か。せめて4、5人欲しいっすよ。俺入れてだから、3人、あと3人か4人ぐらいは欲しいな、せめて。誰か来てくんねえかな。誰か来てよーってなってる。10分おきぐらいにツイートするか。このまま雑談で終わるぞ。来なかったら雑談で終わるぞ。今日別に参加希望とか書いていない気がする。トゥトゥトゥ、あ、
帰ってあったわ。いっか。お願いします。誰か、今全か、誰かし。誰かし。企画倒れ。企画倒れになる。企画倒れになったらどうする？二人になったらどうする？ このまま雑談で終わる可能性あるぞ。雑談で終わる可能性出てきたな。やって。マジでどうしようか。二人でやるしかないか。二人でやるか。二人でやるしかないか。もうそうなったら。そう。おもろそうってみんな言ってたのにな。おもろそうってみんな言ってたのにな。いざ蓋を開けたらこれだ。ってなりそう。本当にどうしようね、これ。何分ぐらいまで待つ？何分ぐらいまで待とうかな。いやー、これだったらな、ゲームとか何にも持ってなくてもできるから、いけるかなって思ったんだけど、な。んーな。とりあえず、15分かな。15分ぐらいまでとりあえず待つか。とりあえず15分ぐらいまで待つとしましょう。俺がメンヘラになるのが先か。もんまんたい、もんまんたい。今日はゆるーくやるから。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。いやー、そのままだとマジで二人で一致するまで終わりません。面白いことになる。たりっきりだねになるね。へへへへへ。あらら。本当にな。どうしようね。誰か来ねえかな。暇な人いないかな。トゥットゥルルルルトゥットゥ。これだったらゲームとか持ってなくてもスマホがあれば参加できるんだけど。な。なーって思ってるんですけど、できませんね。ここでわかる人望のな、そんなこと言っちゃいけません。そんなことは言っちゃいけません。そんなことは元から分かっておりました。友達が少ない人間くんですので。そうです。友達は少ないのです。またマイク遠くだった。いつもマイクを遠くにしちゃう。邪魔になるからって。しょうがないね。実際問題、目の前にあったら邪魔だからね。ドゥルルルン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 ル
ごめんごめん。すぐ減らっちゃうんだ。すぐ減らっちゃうのやめたいんだけどね。すぐ減らっちゃうの本当にやめたいんだけど。すぐそういう想像しちゃうから困る。やめよう思っているんだけど、ね。やめよう思っているんだけどね。なかなかにナイーブな問題。でてれって、とりあえず15分になったら
一回ツイートして始めようか。15分まで二人っきりだねを楽しんでてくれ。二人しかいない。トゥルトゥ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 ルルルルトゥルル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 トゥトゥルルルルルトゥ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 ルルルルトゥルルルルルずっと一人で待っているよ。横向いたりしてブラウザを見ていたりする。トゥ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 。やるか、もうやるかやってやるか、やってやるです。一致するまで終われません、二人ちょげちょげピー、ちょげピーが来た カステラママ、こんにゃん。チョゲピーママチョゲピーママこれ。チョゲピーママですかこれ。誰だ、チョゲピー。15分から始めようかな。15分ぐらいからもう始めたいかなって思ってる。チョゲピーじゃないよ。誰だこいつ誰だこれ。じゃあ知らん。まあいいや誰もいないよりマシやろ。いいや、よかろう。15分ぐらいから始めたいっす。チョゲピー誰だこれこれ本当に誰だこれ、誰だこれ。まあいいけどまあいいけどさ、今日はまあまあまあいいでしょう。誰もいないよりはマシだから、いいよいいよ。今日はだ、これだったら20人ぐらい入れるし、確か20人ぐらいまでいけるから、20人ぐらいまでいけるから。これあ、15分になった。じゃあやりますか。15分になったから、15分になったからやりましょう。じゃあ開始しますよ皆さん、準備はいいですか。準備はよろしいですか。それでは開始いたします。第1問、ピンクの服を着ている芸能人といえば。ピンクの服を着ている芸能人といえば、ピンクの服を着ている芸能人といえば、え、ピンクの服を着ている芸能人ってなんだ。ピンクの服の芸能人って誰が思いつく。ピンクでしょ。俺全然思いつかない。皆さん、回答結果
よろしいですか？いきますよ。春日か。あ、春日か。カステラマンは間違えて送った？これ。春日か。あ、確かにピンクだわあれ。春日だわ。確かにそうだ。グーランだよ。俺も誰も思いつかなくて、おすぎてピーコショでだわだった。春日か、確かにそうだ。あ、出てこねえもんだな、意外と。これカウントするか、何問やったか。何問やったかカウントするか。カウントのやつなんかないかな。ないな。よいしょ。確かに春日だ。次。3文字の豆と名前といえば。あー、3文字の名前ね。3文字の名前だって。3文字の名前だってよ。みんな。3文字の名前って言ったら、あれだよな。豆といえば。やはりあれだ。みんな事故りすぎ。みんな事故りすぎでしょ。みんな急ぐな、そんな急がなくていいんだ、みんな。そんな急いで送んなくていいんだぞ。では、3文字の豆、何でしょう、見ますか。大豆、グラン。いやいや、しょうがないしょうがない。もうみんなトロールしてるから大丈夫。みんなトロールしてる。みんなトロールしてる。大丈夫。いやー、2問目失敗ですと。なかなか難しいですね。なかなか難しいですね。回答送信のボタン分かりづらいのか。高級魚といえばだって。高級魚、高級魚、魚でしょ。高級魚、なんだろう、みんなが思う高級魚。これかな。高級魚でしょ？魚。あれも魚だよな。高級魚。むずくない？今回。この前一発でさ、5人行ったじゃん。この前一発で5人。この前一発で5人行ったんだよ。それなのに今日。むずくない？よし、次行こう。行くぞ、みんな。ノドグロ、マダイ、クエ、ウナギ。みんな違う。みんな違う。俺もクエは思った、クエ。クエ思った、俺も。でも、ウナギの方が、ウナギかなって思ったんだけど、みんな違えわ。みんな違う。すごいね。みんな違ってみんないいじゃん、これ。残念ながら今回は、みんなの意見を一致させるっていう日本人特有の思考なので、ダメなんですよね。
綺麗に不一致、本当にそう、綺麗に不一致。俺のうなぎ違うか、うなぎって魚だよな。いやいや、クエ、クエもあったな。やっぱクエは一番最初に思いついたんだよ。クエ、クエ一番最初に思いついたんだよな。いやー、ミスったな。で、ノドグロもわかる。ノドグロも、ノドグロも高級魚って言われてるもんな。まあ、罰なんですけどね。いやー、面白くなってきました。2時間ぐらい、約2時間、24時までに何問中何問正解するかだからね。これ毎月やるからね。ひらがなで3文字の都道府県といえば。ひらがな3文字の都道府県？ひらがな3文字の都道府県ってなんだ？ひらがな3文字の都道府県？そもそも3文字の都道府県がそう、すっパッと出てこない。ひらがな3文字の都道府県ってパッと出てこないぞ。一つ出てきて、やはり、あれじゃないですか。俺はこれだと思います。やはりね。やはり、有名どころと言ったらあれだと思うんですよ。俺は3文字の都道府県あれだと思います。皆さんどうでしょうね。皆さんどうでしょうね。出揃ったみたいなので見ていこうと思いますよ。愛知なんてかみんな違え。みんな違う。愛知、長野、秋田、香川。しかもみんなバラバラ。地域が。地域がみんなバラバラ。みんなバラバラだね。東北。東北。東北、関西、長野って石川のあたり上越草生えるよね。で俺四国みんな違う。こんなに合わないか、こんなに綺麗にばらける都道府県で。3文字の都道府県で俺香川しか出てこな、香川と福井しか出てこなかったの。香川と福井しか、そっちしか出てこなくて、うどんだろうって思って香川にしたんだけど、誰とも思わなかったわ。クソウケる。フラグ回収しすぎなんだよな。多分ね、落ちてるフラグ全部拾ってる、俺たち。落ちてるフラグ全員で拾ってる、みんな。ゴミ拾い並みに拾ってるよ。次です。3文字のお酒といえば。うわぁ、3文字のお酒、これは合うんじゃない？これは合うと思うよ。3文字のお酒でしょ？有名っていうか、もう誰しもが知ってる3文字のお酒なんて一つしかないよね。早い、みんな。あ、みんな早い。俺が打った時にはもう全員揃ってる。俺が打った時にはもう全員揃ってる。みんな早い。多分、みんな一致する、これは。一致すると思う、これは。もうね、フラグ立てていくよ、ここで。これはね、みんな一致します。100% 一致します。絶対一致すると思うよ。うん、一致するね。じゃあ、行くよ。行くよ。あれあーああなんと回収したのはクラケちゃんです。マジ。そんなこと言わないの、そんなこと言わないの。
そんなこと言わないよ。一人だけオシャンだったってことよ。オシャレだったってことよ。一人だけ。一人だけオシャレだったってことよ、もう、これは。大衆のビールとかいう、俺たちみたいな、安いもんじゃ嫌だっていうことだよね。惜しい。ほんと惜しい。ほんとに惜しい、これは。もうほぼ正解だからね。ほぼ正解。惜しい。じゃあ次の問題。3文字で赤い食べ物といえば。わ、これもさ、二つに分かれそう、これ。二つに分かれそう。どっちだろう。代表的なのが二つ出てるんだけど、みんながどっちを選ぶかだよな。あ、二つじゃねえわ。三つもあるわ。うわ。お、辛口ちゃん、こんりん。参加できると思うよ、途中からも。どんどん入って大丈夫だよ。多分次からも参加できると思う。うわぁ。いやぁ。こっち。これだろ。多分参加できると思うから。入って大丈夫だよ。やっぱそっちか、トマトか。トマトかを。俺ね、この3つ3択で迷ったの。3択で迷ってたの。リンゴ、トマト、マグロでずっと迷ってたの。リンゴ、トマト、マグロでずっと迷ってて。で、マグロ選んだら、うん、少ない。少数派だったわ。美味しいものがいいなって思ってマグロ選んだら少数派だったわ。やっぱトマトか。俺、トマトとリンゴも入ってたんだけど。いやー、やっぱトマトか。え、やっぱトマトの方がイメージ強い、赤い食べ物って言えば。3文字で赤い食べ物といえばトマトのイメージかな、やっぱ。いやー、思いついていたんだけどね。いやー、思いついていたんだけど。くそー。かなぁ。お、まことちゃん、おっつん、参加する？参加できるよ、全然。みんなでやろう、これ、一致するまで終わりません。これ、マジでウケるから、今、全員で6バズだから。参加して。やろう。これ、月一の、俺の月一のコンテンツにする予定だから、月一、週、月末の。で、ぜひ参加してくれ。これだったら、スマホがあればできるから、ブラウザ。参加しちゃって。おつ、参加して、待ってるよ。もうね、入っていいから、ドンと。入んない？入る？公園の定番か、遊具の。遊具の定番か。入れるよね、これ。入んない？ああ、あのね、固定ツイートからすぐ飛べる。固定ツイートからあの URL クリックすれば飛んで名前入れるだけだから。多分。一致するまで終わりません。ただね、みんなで回答を合わせようっていうだけだから。簡単。固定ツイートから飛べばいいから。うん。固定ツイートクリックしてくれれば URL を。それで飛ぶからね。大丈夫。すぐできるよ。これ、閲覧モードも面白そうだな。一人だけ。一
あれだけリスナーだけでやらせたらどうなるかみたいなのもめっちゃ面白そうなんだけど、俺も参加したいからやるよ。URL をクリックするだけで大丈夫よ。まあ、1個言っておきますか。公園の定番だろ？うん、これだろ。ブランコ、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 滑り台！滑り台！惜しい。惜しいよ。惜しい。本当に惜しい。惜しい。滑り台もある。滑り台、ブランコ、鉄棒、この三つぐらいだと思ってた、俺は。ああ、惜しかった。惜しいぞ、これは。次いけるな、じゃあ。一人増えても、四人合ってるから、次いけるぞ、これ。いやー、惜しかった。惜しかった。学校で飼うペットの定番といえば、いやー、これは、これも俺一択だな、これ。一択だな、俺これ。やり方わからんか。じゃあ、見て楽しんでくれ。ウィッチ7。学校で飼う定番といえば。俺これは一択やな。これは合うんじゃない？これは合うんじゃないの？学校で飼うペットの一択。これは合うんじゃない？一つしか思いつかないよね。合うよな、これは。学校で飼うペットの定番といえば。3、2、1。あれ？カステラママ一択？一択って。やばい。やばい。あ、怖い。行くよ。はい。うさぎです。こっちだわ。完璧です。会いましたよ、皆さん。うさぎですよ、皆さん。いや、これいけるんじゃないの？ 10 個。10個いけるんじゃない？やったね、みんな。これ10個いけるんじゃない？あ、ごめん。俺固定ツイートって言ってた？ごめん。固定コメントだわ。ごめん。な、固定コメントと固定ツイート間違えちゃった。ごめんな。ごめん。固定コメントだ。速攻押せばいい。パチパチパチだよ、これは。いやー、いけるよ、いけるよ。いける、いける。固定コメントの URL を押して名前を入れれば入れるはず。いける、いける。ウィッチ7でもいけるって、これから。海のスポーツの定番といえば。海のスポーツの定番？入れそう？じゃあちょっと、更新待機ユーザー。オッケーオッケーオッケー。トロール。打っててなかった。ああ。どんまいな。
海のスポーツの定番か。え、俺これかな、海のスポーツって言えば。海のスポーツといえばこれかな。で、キーボードでも、あの、キーボード、下にキーボード入力があるから、ダメです。いなかったものとしてカウントはできません。ダメです。カウントできません。あれ、回答者5人？参加できてない？あ、行ったか。で、入れて、入力して、次押せばできるんで。じゃあ、行くよ、みんな。サーフィンか。サーフィンとビーチバレー。あー、サーフィンか。俺ビーチバレーだった。俺はビーチバレーだった。ちなみにクラゲちゃんはどっち？どっちじゃねえや。何だった？何だった？入れられなかったけど。これでね、どっちかね、多数派かわかるから。多数派かどっち？サーフィンだ。あ、やっぱサーフィンか、やっぱり。サーフィンか。おい、スマップの代表曲といえば。俺、サーフィンじゃなかったな。スマップの代表曲。これ、ジェネギャ出るじゃん。ジェネギャ出るじゃん、これ。絶対。やだ、答えたくねえ。ジェネギャ出るじゃん、これ、絶対。答えたくねえ、これ。ジェネギャ出るよ。スマップ？俺、スマップの曲さ、一曲しか知らないんだけど。スマップの曲1曲しか知らないんだよね。俺もスマップ1曲しか知らないんだよね。俺音楽全然わかんないからさ、スマップも1曲しかわかんない。回答出揃いました。さて、俺がジェネギャかジェネギャじゃないか。7人 ?1 人増えた？あれ ?1 人増えた？あれ ?1 人増えた？誰？世界に一つだけの花。途中参加のスイカさん。スイカちゃんが。途中参加のスイカちゃんが。外していきました。世界に一つだけの花、揃ってる。ほぼほぼ揃ってる。よかった、ジェネギャじゃなくて。よかった、やっぱ世界に一つだけの花だ。あぶねえ。ジェネギャじゃなくてよかった、俺。ああ。やっぱこれか、有名か。やっぱこれが。いや、俺もこれしか知らないんだけどね。俺もこれしか知らないんだけどね。で、次の問題が。あ、スイカちゃんいらっしゃいって一応言っとくか。コメントしてないけど、いるから。いらっしゃい、いらっしゃい。バーでお酒を飲みながらやる競技の定番といえば。これ二択だよね、これは。これ二択だよね。俺これ二択だと思ってるよ。俺これ二択だと思ってる。俺こっちかな。こっちの方が好きかな。これは二択。二択だと思ってる。どうだろうか。どうだろうか。あれ、さっき参加者6人で、回答者7人になるのかな。まだいんのかわかんねえや。まだいんのかわかんねえんだよな。あの回答者、参加者って俺入れて？俺抜いて？どっちだ？あの回答者って俺入れてか？
俺抜いてか。どっちだろう。あ、チョゲピちゃん、こんれん。ずっといたね。やっとコメントしてくれた。やっとコメントしてくれた。ずっといたけど。まあ今日は別に人数多く入れるからいいやと思って。ずっといたけど。ありがとう。参加してくれて。マジで二人で始まるところだった。じゃあ、ビリヤード見ましょう。あ、ビリヤードって言っちゃった。ビアポン?ビアポンって何?ビアポンってなんだ?ダーツ、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 ビリヤード。俺もダーツとビリヤードの二択だった。俺もダーツとビリヤードの二択だったんだけど、ダーツの方が好きだから、ダーツにした。いやー、惜しいね。クラゲちゃんが多分、バーとかそういうところで、あ、そんなことないんじゃない?あ、そんなことないのかな?なかったら、これ、わかんないよな、多分。あんまり。ビリヤードとか、ダーツとか、あんま、やらない人じゃないと、やっぱりさ、こういうのは、関わらないよね。テレビとかで見るから。だけだから。次。3文字で、タンパク質が多い食べ物といえば。3文字でタンパク質が多い食べ物。あー、これか。これは、さっきのリベンジか?さっきのリベンジできるか?俺、さっきのリベンジで行くか。俺はさっきのリベンジで行こうかな。これは。3文字でタンパク質が多い食べ物といえば。確かに。急に言われたらわかんないよね。3文字でしょ、3文字。何があるかな?なんだろう。タンパク質って言ったらやっぱりお肉系か。あ、お肉系でもいけるか。あ、カタカナにすればいけるか。いや、でも俺はさっきのリベンジを入れた。ちょっと、さっきまでいた人じゃないとわかんないと。わかんないか。むずいか。多すぎるクラゲちゃんは。じゃあ7人出揃いましたよ。じゃあ行ってみましょうかね。いやー、俺はねさっきのあれ入れた。大豆。そう、俺は大豆を入れた。あー、ささみ、チーズ、卵、豆腐。あー、うわー、惜しい。結構、確かにささみもそうだわ。鳥だもんな。ささみ、確かにそう。卵もそう。そうだわ、卵も。で、チーズもそう。うん。俺がさっきのリベンジとか言っちゃったから多分大豆って書いてくれてるんだろうね、クラゲちゃんとか。いや、惜しいね。なかなか揃わない。でも、むずい問題がこれは。多すぎる。タンパク質が多いものっていうのが。みんなこれだろう。っていうのが出ないもん。いや、確かに体鍛えてる人が食べてるものイメージだったらささみだわ。確かにそう、ささみだわ。次、街で見かける3文字の鳥といえば。3文字の鳥、街、あ、でもこれは俺一つだな。街で見かける3文字の鳥って言えば、やっぱ、あれじゃない?あれ。あれじゃない?やっぱり。一択か。3文字。一択か。街だから一択か。みんな一択?俺今さ、最初は一つだけだったんだけど、よくよく考えたら、ちょっと、なんか、出てきたんだよな。一択?一択?本当に一択でしょうか?じゃあ、ちょっと見てみましょうね。さあ、一択かな?
オープン。あっ、寺ママー。俺もスズメとカラスで迷った。カラスとスズメで出てきた。スズメも確かにそうなんだよ。マジで見かけるよな。でもやっぱ、街のイメージだったらカラスの方が強かったからカラスにしたんだよね。行かないで。行かないで、ママ。そうだよな。二択。俺も二択だった。そうか。季節によったらツバメもあるわ。春とかだったら、春夏ぐらいだったらツバメも入ってくるわ。うわ、むずいね、やっぱこれ。むずいわ。不良ヤンキー漫画の定番といえば。うわ、これもジネギア出そうなんだけど。ジネギア出そうなんだけど、これ。え？不良ヤンキー漫画？あれかな？あれかな？不良ヤンキー漫画って言ったらあれかな？ジェネギャ出ちゃうよね、これ。うわぁ、うわぁ、俺、でも、うわぁ、え、どっちだろう？あ、でもあれは、不良ヤンキーかな？うわ、ジェネギャ出てる、やっぱり。やっぱあれ？二択だよね、やっぱり。俺も今二択出てるんだけど、どっちだろう？どっちだろうなぁ。え、あれでも、ヤンキー漫画かな、あれ。あれってヤンキーかな？うわー。え、俺、最近ネットフリックス見たから、こっちにするわ。最近ネットフリックス見たからこっちにする。いや、多分俺違うかもしれない。二択だったら俺は違うかもしれないな。どうしよう。出揃った。二択。うわぁ、怖いなぁ。ジェネギャ出るかなぁ、これ。ヤンキー漫画とか不良漫画って今見ないのかなぁ。昔はさ、とか言っちゃダメだわ。なんかさ、ドラマでさ、不良とかヤンキー系流行った頃あるじゃん。不良とかヤンキー系流行った頃あるじゃん。あれかな？行くよ、見るよ。やべえ、東漫だわ、確かに。最近だったら東漫だわ。最近は東漫ですわ、確かに。やべえ。やーべ、俺のジェネギア出た。俺、極戦とクルーズで迷った。俺、極戦とクローズで迷ってた。東漫が一切出なかった。そっか。一番新しいか、東京卍リベンジャーズ。うわー。ごめん、ジェネギア出た。俺、極戦とクローズで迷った。俺は完全にジェネギア。スイカちゃんだけはもう、一人だけ我が道を行くだな、これ。今のところ。我が道行ってるな。やーべえ。ジェネギアだわ、これ。東漫リベンジャーズさ、東京漫字リベンジャーズ途中まで見たのに忘れてた、完全に。いやー。いやー、しょうがないね。しょうがない。マジか、クローズまだやってるんだ。俺、ドラマしか知らないけどさ。ドラマやってたっていうことしか知らないんだよね。見たことないんだけど。次。
3文字の炭酸ジュースといえば、うわ、これも、これは一択か、一択かな、これ。季節によっては二択になりそう。トリビ読んだことないか。俺も読んだことない。アニメしか見てないもん。ね、これはね、あの夏だったら二択に分かれてたと思う。夏だったら、夏だったら俺二択になってた。あー、ダブルクロスでコラボクエストなんてあったっけ？覚えてないや。クローズ。俺クローズさ、ドラマやってるんだっていうのを知った、聞いたことあるだけだからな。知らないんだよね。二択。俺もこれ二択なんだよね。夏だったらね、あっちかなって思ったんだけど。行ってみましょう。せーの。ほいっとな。はい、来ましたー。来ましたよー。イェーイ。いいんじゃない？でもペース的には結構いいよ。結構いいよ。結構いいよ。ペプシか。ペプシか。俺さ、俺夏って言ってたじゃん。俺夏って言ってたじゃん。ラムネ。夏だったらラムネも入りそうだなって思ってたの。でもまだ夏じゃないからコーラ。コーラだなって思って。夏だったらラムネ入ってきそうだったよね、これ。うわぁ！プロ野球選手の大好物の食べ物といえばだって次。プロ野球選手の大好物の食べ物といえば。俺これ一つしかわかんない。一つしかわかんない、俺これ。ペプシ飲みながら見ててコーラが出てくるカステラはさすが偉いです。野球わからねえ。俺も野球見ねえ。俺もわかんない。スポーツみんなわかんないね。でもね、知るかよ、知るかよ、それはそう。みんなそうなるよな。これはね、あのね、有名な飲み物になるものだよ。有名な飲み物になるものだよ。これは。有名な飲み物になるものなんだよ。イチローが好きなね、やつがね。確か、昔なんかね、なんかコマーシャルやってたんだよね、確か。コマーシャルやってたんだよな。まあ、これは、子供が大好きみたいな感じのものを選べばね、当たると思う。でも俺がそれ喋ってる前にみんな答えたわ。みんな答えたわ。確かね、これね、昔っていうかね、なんかあったんだよね、それ。なんか、コマーシャルが。あん！うわぁ、寿司。焼肉、寿司、カレー。あのね、この裏の画面はね、うちのカステラママがね、バレンタインに描いてくれたイラストだからね、あるよ。ツイッターに上がってます。寿司か。あのね、なんかね、前ね、イチローがね、朝カレー食べるらしいんだよ。うん、合ってる。カレーです。イチローは確かね、カレー、朝カレーしてたはず。そう、カレー。イチローがね、なんかね、ニュースかなんか、テレビのコマーシャルかなんかでね、カレーやってたんだよね。イチローが。俺はこれしか思いつかなかった、だから。スー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 。そう、朝カレー、毎日のルーティンみたいなやつが、確かね、結構前にそんなやつやってたの
あ、気がするんだよね。知らんけど。いやーこれはね、しょうがない。俺も野球受かんないもん。おい、ググるな。ググるなよ。ググるなよ。さすがに。あー、次の問題。日本を代表する映画監督といえば、うわ、これは最近のさ、あれじゃない？最近のアニメ映画じゃない？これは。最近のアニメ映画じゃない？これは。最近のアニメ映画じゃないですか？これは。これも合うんじゃない？結構。いいんじゃない？これ。やっぱ、あれじゃない？一人しか知らないんだ。あれじゃない？あれ。あの人。おっと？これアニメのあれじゃない？今から晴れるよ。あああああごめんって、ラグがあるから俺、ラグがあるから、早く やっちゃうとヒントが、俺が書こうと思ってるのが出ないね。ごめん。ラグを考慮してゆっくりめに送るといい。ごめん。リアルタイムじゃないからさ、配信って。リアルタイムじゃないからさ。確かに、ジブリじゃん。で、天気の子じゃん。で、大御所じゃん。ごめん、わかんない。ごめん、わかんない。いや、ごめん。宝くじで10億円当たりました。何を買いますか？これはさ、これは、もう、どうしようもなくない？これもうどうしようもなくない？これヒントとか、うんじゃないじゃん。え？みんな送ったもん？もしかして。これは、え？みんな書いた？もう送った？みんな送った？早えな、みんな。みんな早えな、送るの。みんな早えな。みんな早えな、送るの。これはばらけるよ。これはばらけちゃうよ。これはばらけるよね。ばらけるね、これは。ちょっと見てみようか。マンション、家、マンション、株、家、土地。大体みんな一緒。大体みんな一緒。考え方みんな大体一緒。お前、大体一緒だね、これは。マンションと家はほぼほぼ一緒でしょ。マンションと家はほぼほぼ一緒じゃん。で、土地もほぼニアピンじゃん。株か、意識高いな。株だけちょっと意識高いんだよな。いやー。惜しい。あれ。ああ、画面固まった。あら、俺の配信止まった？配信生きてる？買わないっていう選択肢はなかったね。貯金って誰もいなかったね。あれ？
動かなくなっちゃった。動かなくなっちゃった。貯金一択。動かなくなっちゃった。はい。動かなくなっちゃったんで、ちょっと。もう一回やりますね。そうだよね。買いますかって嫌われたらダメだよ。くれないよ。これ同じやつで見れてる？同じさ URL で入れてる？これって新しいの始めたけど更新してどう？鶏料理の定番といえばって出てるんだけど、みんな出てる？なんかバグってボタン押しても反応しなくなっちゃったから。あ、辛口ちゃんお疲れ、来てくれてありがとね。お疲れ様、お釣り掃除頑張ってね。こちらこそありがとう、参加してくれて。入れてる。じゃあこれで全員入ってるかな。じゃあ鶏料理の定番といえば、もうみんな答えちゃった？みんな答えちゃった？鶏料理の定番。鶏料理の定番みんな答えました？みんな答えてるわ。みんな答えてたわ。イエス。なんだろうなこれ。見るよ。じゃあ見るよ。鶏料理の定番。みんな何選んだのかな。はい、ポチッとな。焼き鳥、唐揚げ、北京の北京ダックはかぶんなくないか。あー、唐揚げか。唐揚げな？でも、わかる。唐揚げもわかる。唐揚げもわかる。でも、今日は焼き鳥が多数派だ。いや、惜しいな。唐揚げ。うん。俺も唐揚げ焼き鳥だった。確かに。確かに焼き鳥って入ってるからな。唐揚げと二択だった。本当にそう、二択だった。俺も二択だった。今日は参加型だから、見ている方もしいたらどうぞ URL から参加してきて構いません。今唐揚げの口だったんよ。じゃあしょうがねえな。じゃあしょうがないわ。唐揚げの口だったんだらしょうがないわ。リアクション芸人といえば、もうみんな答えてそう。もう俺これ一択しか出てこない。リアクション芸人って言ったら俺この人しか出てこない。みんな早いね。みんな早いね、答えるの。本当に早いみんな。俺一択、俺一個しか出てこなかった。みんなどう？何人か出てきた？俺一人しか出てこなかったんだけど、リアクション芸人。みんなはどうだった？二、三人出てきたりした？二択か。ああ、二択か。俺一択、俺一人しか出てこなかった。あ、みんな二択か。二択か、みんな。俺一択だな。ちょっと見てみるか。出川、上島ー！出川。それは、そう、上島もいる。
上島もそう。うん、あの人もリアクション、おでん、おでんと言ったらそう、うん、いやー、わかるわかる、多分にみんなの二択、この二択だと思うから。いやー、惜しい、惜しいね、惜しい、これは惜しいなー。おい、これ絶対合う自信ないよ。今年を漢字一文字で表すとなんて、こんなん絶対合う自信ないよ絶対合うわけないじゃん、こんなん絶対合うわけないじゃん、こんなの。今年一文字を漢字で表すとなんて知らないよ俺もうこれしかない、これ。こんなんわかるわけないやんカノーだろこんなんどうやって合わせんだよ、無理だよこんなん。今年1年をって、終わってねえよまだ1年まだ5月だよ、終わってねえよまだ本当にそうだよ、まだ4ヶ月しか経ってねえよほんとにそうだよ、4ヶ月しか経ってないよまだ。今年1年ってなんやねん。え、俺はあれだよ、もうバリッバリのあれだよ、ぽい、病、眠いおいママの絶対これあれやろ今の気持ちだろ高い、はじめ、えとね、あー確かに俺これです俺これです、未だに終わってないこれです定時的な話になるから詳しくは言わないけど、未だに終わってないこれです俺はこれしか思いつかなかった。わーでもわかるね、えとはバニバニバニーだ。あ、値段高くなったから、あー確かに、なんか全部値段上がったよね、マジでさ、どんどんさお金なくなってくどんどんお金なくなってく、金かかってくるから。病はまだ終わってないからだよね。で高くなった、でもこれは俺は触れられないで、これは今の気持ち、初めは何か新しいことを始めたのかな。いや難しい、これは、これは無理よこれは無理。あ、ちょっと待って、これはこれはエブリで眠いこれはちょっと一回やったけどやってない人もいるからサービス問題やね。一回、これは一回出たけどいない人もいたから行こう、これは。これはいなかった人もいたからいけるでしょう。これはサービス問題ということでカウントしよう一回出たけど一回出たけどサービス問題ということでカウントしよう。これはいけるでしょう。やっぱリベンジよ、リベンジ。ボケ、ボケてもいいよ、ぶっちゃけ。別に10個できるまで終わんないとかそんなことしないけど、24時で終わるから24時で終わるから、もう見るよ、見るよ。ボケてるボケたな、一人ボケたな、4文字だよ、しかも。
豆しば豆しば確かに漢字にしたら4文字だよ。漢字にしたら4文字だったら大豆も漢字にしたら2文字になっちゃう。豆しばうん、豆しばー俺も先図書こうと思った俺も先図書こうと思った。高級住宅地といえば、わかんねえ。高級住宅地ってどこ？高級住宅地ってどこ？高級住宅地ってどこ？俺そんな高いとこ知らないよ。住みたいとも思ったことないから。高級住宅地、高級住宅地ってどこ？わかんない。どうしよう、迷う。俺わかんないよ。高級住宅地って言われて何にも出てこないよ。興味ないから。高いとこに住もうっていうの全く興味ないから全然わかんない。どうしよう。高級住宅地ってどこ？どこ？高級住宅地って。わかんないんだが。これは俺は自信ないもん。全く。全く出てこないもん。これサクッていっちゃうよ。白金、ね、代官山、銀座、西麻布、田園町、西麻布。当たったぞ、ママと。揃ったぞ。全然わからん。知らん。知らん。これは無理だ。高級住宅地なんてわからんて。わからんて、高級住宅地なんて。高級住宅地ってどこよ？マジで。調べてみるか、ちょっと。高級住宅地ってどこよ？俺はもう最近聞いた地名、聞いたことある東京の地名か。南青山、白金、広尾、成城、赤。田園調布か。確かに田園調布。そうだわ。聞いたことあるわ。鎌倉とかも、鎌倉、高級住宅地なの？鎌倉って高級住宅地なんだ。知らなかった。次の問題来ましたよ、これ。これは来るんじゃない？これは来るんじゃない？みんな。これは。これはいけるでしょ。これいけるんじゃん？テーマパークの定番といえばよ。でもこれはいけるんちゃうの？みんな何書いたんだろう。やっぱテーマカープ、テーマカープ。テーマパークといえば、あれじゃない？あれ。やっぱ。うわーじゃない？やっぱりテーマパークといえば。テーマパークといえば、うわーじゃないかな。やらかしたかも。うわ、二択か。俺あれしかなかったな。どうだろう。いくよ。見るよ。
これテーマパークのテーマといえばで、テーマパークの定番といえばっていう、あの意味の解釈の違いが出たわ。まず俺はテーマパークの中の乗り物の定番といえばで出しちゃった。多分そう揃えてる人もいる。そう、これ質問が悪いわ。これ質問が悪いわ。これ質問が悪いわ。有名なテーマパークの定番といえばとも取れるじゃん、これで。テーマパークにある乗り物の定番といえばとも取れるのよ。これは問題が悪いわ。うん、ちょっと問題ちゃんと作ってくださいよ。ディズニーリゾートは確かにそう。ユニバーサルスタジオジャパンもそう。としまえんか。としまえんか。出なかったな、としまえんは。いや、これは問題が悪いです。しょうがない。次行こう。日本を代表する漫画家といえば。うわ、これさ、結構分かれるよね。日本を代表する漫画家といえば。これ、何によるかだよね。俺は、ありったけの夢かな。俺はありったけの夢かな。俺はありったけの夢かな。全然わからんか、日本代表する漫画家。俺はありったけの夢かな。でもこれさ、古いって言っては悪いけど、昔のやつもあるし、今のもあるから、本当にむずい、これは。俺はありったけの夢。俺はありったけの夢かな。ママもかき集めてる。出揃ったみたいだな。やらかしたかも。まあ、これはむずいわ。これもむずいわ。見てみるよ。藤子 F 不二雄、そりゃそう。手塚治虫、それもそう。長谷川町子、サザエさん。ありったけの夢。大友、キラ。キラ。まあ、手塚治虫はわかる。俺これわかんない。俺これわかんなかったな。アキラって、あれか。なんか最近外国で映画化したやつだっけ？アキラって。ドラえもんじゃん？サザエさん。ワンピース。鉄腕アトム。俺わかんない。ごめん、俺わかんねえわ、これ。ごめん。わかんなかった、これは。うわぁ。でもこれも難しい。日本を代表するでみんな違う、絶対。みんな違うのが出てくる、これは本当に。俺はやっぱありったけの夢だったな。むずいね、これはマジで。名前に東京がつく定番の観光地といえば。え、これも二択になるよね。これ二択じゃない？これ二択じゃない？名前に東京がつく。三択か。俺はさっきので行こう。俺はさっき出てたので行こう。これはさっき一人書いてたから、俺それに合わせるわ。一人書いてたからね。書いてたからね、さっきのテーマパークで書いてたから、俺はそれにしたよ。三択か、これはやっぱ三択くらいになる。三択かな、どう？
俺三択なんだけど。やらかした。ああ。やっちまったな。さっき書いた。さっき書いてたやん。さっき書いてたよ。さっき書いてた。確かに、たくさんある。たくさんあるけど、さっき書いてた。全然違う。あ、俺だけださっき東京ディズニーリゾートってあったから、俺は東京ディズニーリゾートを選んだ。選んだが、みんな違えわ。東京ドーム、東京スカイツリー、東京タワー、東京ディズニーランド。いっぱいあるわ、確かに。こう言われたらいっぱいあるわ。こう言われたらいっぱいあるわ、確かに。あー、むずいね。むずいね。なかなか揃わないね。なかなか揃わないね、これは。次。次行くで。ドラえもんの道具で一番お金儲けができそうなものは？え？これむずくない？え？これむずくない？めっちゃ。これめっちゃむずくない？え、これ、え、ドラえもんの道具でしょ？え？お金儲けできそうなもの？え？一番お金儲けできそうなのこれかな？犯罪は NG だろう。さすがに犯罪は NG だよ。お、もう早い。みんな早い。みんな早いな。これはどうだ？これは合わない気がするな。これは合わないよな、多分。行くぞ。行くぞ。どこでもドア、増えるミラー、増えるミラー、もしもボックス、バイバイン、どこでもドア。あー、バイバインってドラえもんのどこだっけ？俺もこれだと思った。俺もこれあると思った。増える、バイバインってなんか違うゲームじゃなかった？違ったっけ？ドラえもんのどこだっけ？モシュモボックスも、モシュモボックスもそうだと思う。うん、俺もどこでもドアはそれもあるし、普通にどこでもドアというものを作って売れば、それは金儲けになると思った。一家に一台どこでもドアって。ウェルミラーってわかんない、俺。これ単純にさ、増やすやつ？鏡に映ったのが増やす、鏡に映ったのを増やす道具かな、こいつらは。で、もしもボックスも、これも思った。これは俺も思った。鏡に映したのを取れる？あー。鏡に映したのを、賢い。みんな賢いよ。でも、増えるミラーとか選んでる時点で賢いじゃん。だってこれ、これ、転売屋御用達の、やべ、言っちゃった。転売屋御用達の、転売屋御用達の道具だわ、これ。もしもボックスは、もうなんていうか、VR って感じだよね。仮想現実じゃなくて、現実部だよ。もう。本当の仮想現実。バイバインは増えるやつだよね。わあ、これはむずいわ。俺は単純に知らなかった。来ました。三文字のお酒といえば、三文字のお酒といえばこちら。ちょっとやりましたね。いけるんじゃないんでしょうか。これは。俺は変えないでいこうかな。俺は変えないでいこうかな。これ。これはいけるんじゃないの？これはいけるんじゃないの？これいけるんじゃないの？リベンジ、さっき言った人はリベンジだよ。
さっき言った人はリベンジだよ、これ。いくよ。いくよ。多分いけるでしょ、これ。これでまた外したらトラウマ。本当にそれはそう。ああ、バイバインってそんな感じか。どんどん増えてくんだな。いいね。でもそんないらねえな。全部売らないといけねえんだ。これでまた外したらトラウマ。大丈夫だろ。ああ、なんだよ。ああ、やっぱり、やっぱり、高級志向がいるんだ、必ず、ワイン。必ず高級志向がいる。本当にそう。これわざとやってるでしょ。これわざとやってるっていうぐらい外しに来てるでしょ。歴史は繰り返す。本当にそう。本当にそう。歴史は繰り返されるんだよ。これみりんってわざとやってるんじゃないのっていうぐらい外してくるじゃん。うわ、日本を代表する俳優といえば、いや、わかんないわかんない、俺俳優わかんない。日本を代表する。まあ安心するよね、やっぱいたら。日本を代表する俳優といえば、俺わかんねえよ、ドラマ見ねえから。ドラマとか見ねえからわかんねえよ、わかんねえ。あ、ちょっと名前が思い出せない、あの人の。ちょっと名前思い出せないから調べていいか。名前が思い出せないんだ、あいつの、あの人の。あー、確かこの人だったかな。俺はこの人しかわかんない。俺は一人しかわかんない。俺はこれ一人しかわかんない。俺も、あー、映画とか見てもさ、俳優とか全然気にしないからさ、あー、この人また出てるんだぐらいだから。テレビ見ねえからわかんねえんだ、俺も。わかんねえ。これは俺は一番の有名どころ選んだかなと思うけど。自信ない。あ、バタなんだっけ。え、菅田将暉って。ああ、菅田将暉。俺はこの人しか出てこなかった。日本を代表する俳優。いや、結構バラバラだね。うん、俺も最初松平健出てきた。俺も最初松平健が出てきて、いや、これ違うよなって思って。違うよなって思って。ね。二人で被ってるやんけ。やっぱ、うん、どっちも侍、どっちも侍。ほぼほぼ合ってる、ほぼほぼ合ってる。うん、正解にはできないけど、ほぼほぼ合ってる。今最も人気のある YouTuber といえば、あ、俺これ一択しかないよ。あの有名、一番有名。超有名なあれしかないと思うけど、俺これ一人しか出ないです。俺これ一人です。超有名のあの人です。今最もとかじゃなくて、超有名なあの人しか分かんないです。超超超有名の。これはいけるんじゃないの。二択。俺一択だよ。俺一択だよ。二択。嘘。もう一人いる？もう一人いるか。
俺一人しか出てこないけど。俺超有名どころを書いた。俺は。そう、俺も YouTube、YouTuber 見ないからさ、超有名どころを一人書いた。あれ、これもう一人抜けた？一人抜けたかな？いっか、じゃあ出しちゃうか。まんままんま俺これ一致にしたい一致にしたいまんまラブを感じる。あ、一人出てきた。もうヒカ様、ヒカ様、俺もヒカ様しか出てこなかった。わ、これ一致にしてえわ。うわ。ヒカ様だった。ほんま。愛されております。愛されております。親子愛ていて。でもこれは。一致にできないんだ。うわあ、うわあ、超嬉しい。にやけちゃうんだけど。いやでもそうだよな、ヒカ様なんだよね。ユーチューバーって言えば、ユーチューバーといえばヒカ様だよな。俺はそれしか。ピエン泣かないで。まんま。山手線の有名な駅。山手線有名な駅ってどれ？山手線でよく降りる駅？これ？山手線の有名な駅ってどれや？何が有名？何が有名？何が有名だ、山手線。あるよな、俺が答えた駅。え、なかったらどうしよう。山手線。普段山手線使わないと駅名出てこないよね。電車って普段さ、その路線使わないと出てこないくね？使わなかったらわかんないよね。使わなかったらわかんないよ。よし、渋谷、品川、巣鴨、新宿、東京、新宿。まあこれはむずいわ、これはむずいわ。俺も有名どころって言ったらやっぱ渋谷、品川、東京、新宿。でも東京、東京か。でもやっぱ山手線って言ったらどうなんだろう。え、むずいね、これは。やっぱむずかった。俺は新宿かなって思ったな。いやでもこれはむずいわ。これはみんなで意見すり合わせないと無理だ。え、スキー場で流れる定番曲といえば。え、わかんない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 、こんなんわかんない。スキー場で流れる定番曲って何よ。わかんないよ。え、何さ、流れてるの。え、俺もスキーなんて、スキーなんてわかんないよ。スキー場にそんな音楽なんて流れてるの、そもそも。え、スキー場に音楽が流れているのっていうのがまずそもそもの疑問。だってスキー場に流れてるんだったらプールにも流れててもよくないって思うけど、プールで流れてたことなんて覚えてない。スケートも行かないからわかんないな。
や、これわかんなかった、俺は。全然わかんない。全然わかんないよ、俺は。本当にわかんない。なんだこれ。俺だってこれわかんなすぎて、変なの入れたもん。絶対合わないよ。絶対合わないよ、俺は。絶対合わない自信あるよ、これ、今回。俺がそもそも変なの入れてるから。これ絶対合わないです。もう俺幼稚園生が歌うような歌入れたかも。幼稚園とか保育園で歌うような歌入れたから。絶対合わないよ。絶対合わない、これは。さっき遅れて入ってきたから多分今迷ってんだろうな。俺も思いつかない。俺は保育園とかで歌うような歌だから、しかも。まあいっか、出しちゃうか。24時までに数こなして、数こなして10、なるべく稼ぎたいからさ、いくで。ロマンスの神様ね。なるほどね。ママか。ママが遅かったんやな。粉雪、ロマンスの神様。アバテンボーのサンタクロースなんか流れるわけねえんだよな。流れるわけないんだよな、こんな。ああ3文字の料理で。俺の回答だけ異色なんだよ、完全に。マジで保育園とかのやつだったから。3文字の料理です。ロマンスの神様ってどんなんだっけ。 Boy meets girl ロマンスの神様だっけ。 Boy meets girl ロマンスの神様ルル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 だっけ。ロマンスの神様って俺もう全然覚えてねえや。そしてカステラママの冷圧は消えた。月行ったことがないことにより。で、なんだっけこれ。3文字の料理の定番だ。3文字の料理の定番って何？ 3 文字の料理って何？待って、3文字の料理ってなんだ？ 3 文字の料理？料理？ 3 文字の料理？わかんない。みんな好きなやつ。みんな好きなやつって言ったらこれかな、やっぱ。みんな好きなやつ。ああ、いいです、いいです。大丈夫だよ。一つしか出てこなかった。一つだけか。みんな好きなやつって言ったら俺あれしか出てこなかった。いくよ。おでん、パスタ、おかゆ、パスタ、カレー、カレー。あー、おでん、パスタ、おかゆ、おかゆか。なんか毎回違うとこ飛んでんだよな。一人だけさ、一人だけ国違うんだよ。こっち来てくれ、頼む。こっちに来てくれないか。せめてこっち来てくれないか。おかゆ。パスタ、おでん、カレー。むずいね。これしょうがない。これ来たんじゃない？イから始まる国名といえば。イから始まる国名といえば。これは二択だね。二択の、俺は楽な方を書くよ。二択で楽な方を書くよ、俺は。二択で楽な方を書くよ。これは二択だろう。
楽の方を書くよ、2択で。楽な方楽な方だよ、うん、2択で楽な方、楽な方書いた。俺は楽な方書いたよ、2択で。え、3択早いんだって。だからまことちゃん早いんだって配信のラグがあるから早く送ると、俺が言ったこと通じないんだよしょうがないよな、これは。しょうがない、配信のラグがあるから、配信のラグがあるからしょうがない。3択、え、あ、3択か。あー確かに3択だ。俺でも一番楽なの送ったよ早いんだって送るの楽な方いくよ。オーマイガーほら楽な方行ったことある国、イギリスか。イギリス行ったことあんのか、いいね。イギリスプリミプリプリプリあれグリッチ点問題とかね、楽しいよね。イタリアもあった。三択では確かに。俺は一番楽なの書いた。楽な方じゃない。イギリスよりも楽な方。と、そう、文字数が楽って言っちゃったらバレちゃうからさ。温泉地の定番といえば、グリッチ天文台言えてなかったっていうね。温泉地の定番といえば、これ二択かな？俺二択。これ二択だな、俺。これ二択だ、俺。これ二択だけど、有名な方にすれば、多分。多分こっちだろ、有名なのは。俺これ二択だった。多分こっちの方が有名だと思う。俺もわかんない。有名どころ書いた。二択。俺も二択だった。いくよ、見るよ。草津、大分、箱根、熱海。おう俺箱根と熱海の二択だったんだよね。草津か。熱海って温泉じゃなかったっけもしかして俺違うあれ、俺草津出てこなくって箱根と熱海だった。むずいよな、これは。温泉とか旅行行かない、旅行とか知らないとむずいわ。俺箱根と熱海の二択で熱海の方かなって思って。熱海って温泉じゃないっけ熱海温泉のイメージがあるんだけど違ったっけ熱海って違ったっけ。草津温泉は確かに草津温泉で有名だ。熱海って違ったっけ違ったら俺ただのトロールだよ俺箱根と熱海で二択だったもん。いや、これは俺がダメだったな。これは俺がダメです。いやー、草津温泉か、思いつかなかったな。え、二択って何だったの？二択って箱根と草津？俺箱根と熱海だったんだけど熱海って違う？熱海って違うかな？どうしよう、違ったら。うわぁ、あ、熱海と箱根か、よかった、同じでよかった。
草津温泉か、ごめん出てこなかったわ。草津と有馬、有馬温泉か、確かにそれも、確かにそれもそうだ。ドラクエの呪文の定番といえば、これ攻撃呪文か回復呪文かですげえ分かれるよ。回復呪文じゃない？これは。ドラクエの定番って言ったら回復呪文じゃないですか？やばい、ジェネギャが出てる。ジェネギャが出てる。ジェネギャが出てる。ドラクエ、ドラゴンクエスト。やばいぞ、この問題。ジェネレーションギャップを考慮して作ってくださいって言った方がいいんじゃないか。ドラクエわからんぜ。わかんないか。しょうがない。しょうがない。ドラクエ知らないんだったらしょうがない。そこは正直に知りませんって書こう。知りませんって正直に書こう。しょうがない、そこは。しょうがないから、それは。俺だって知らないゲームの呪文って言われたらわかんねえもん。そりゃそうだ。知りません。いいね。いいね。いいよ。いいよ、これ。100点満点。100点満点だよ。パチパチパチだ、これ。うん、いいよ。それでいい。ルーラか。ルーラか。いや、俺、ホイミかメラだったな。ホイミかメラゾーマとかだった。復活の呪文。いやー、これは難しかったね。勢いがあるウィー。勢いがあるウィー。小島よしお出てきたわ。勢いがあるウィーで。しょうがない。これはしょうがない。ドラクエを知らなかったら無理だもん。一ミリも知らんかった。しょうがない。しょうがない。復活の呪文。合ってるっちゃ合ってる。呪文だもん。メガンテ。これ、定番。来たんじゃないこれ。タイプミスしょうがない。これ来たんじゃない？お正月の定番といえばやはり、あれじゃないですか？屋根より高いんじゃないですか。お正月の定番といえば屋根より高いんじゃないんですかね。どうですかね。お正月といえば屋根より高いと思うんですけど、どう。屋根より高いと思うんだ、お正月。あれ、鯉のぼりだっけ。鯉のぼりだっけこれ。あ、じゃあカステラママ、じゃコメントで言おう。今カステラママコメントで言ったら結果表示しよう。空欄で送っちゃったらコメント欄で書こう。やらかしたかも。あー、やらかしたかも。でも、あー、でもそっか、あれがあるか。あれもあるな、確かに。うわぁ。俺でも、パッと出てきたのこれしかなかったんだよね。屋根より高いしか出てこなかった。それちょっと、あ、わかんないな。お年玉争奪ボーリングってなんだよ。
知らない知らない知らない。おとタコタコ上がれだ俺は。羽子板あったか。羽子板もあったな。羽子板も言われて、羽子板も言われて思った。確かにそう。お年玉争奪ボーリングは知らん。お年玉争奪ボーリングは多分チョゲピーちゃんちだけや。そこだけだ。お年玉争奪ボーリングは。マイナーとかそういうレベルじゃないぞこれ。知らない。コマとか含、あーコマとか含笑いもあるね。コマとか含笑いもある。あーカルタね、確かにカルタもあるね。確かにカルタもある。だけどいやー顎いった顎いたか。誰もが知っている漫画の悪役といえば、うわーこれか。誰もが知ってる漫画の悪役、漫画でしょ、漫画、漫画の悪役だったら、漫画の悪役、誰もが知ってる漫画の悪役、あれはアニメだよな。え、誰もが知ってる漫画の悪役、でもあれアニメ、え、でもいけんのかな。え、これむずいな。これ、俺も自信ないわ。俺、これちょっと自信ないですね。俺も最近わかんないな。俺もわかんないな、最近。俺もわかんない。これ自信ないわ。俺多分絶対合わないと思う。これ、俺がまずやらかしてる。俺がまずやらかしてる。多分合わない。え、みんな、どんな漫画のやつ送ったよ。見ればいいか。見るよ。オールフォーワン。鬼辻無惨。ベジータ。サザエ。ディオ。オールフォーワン、オールフォーワンってなんだ。オールフォーワンがわかんないよ。ヒーローアカデミアか。あー確かにムスカもあるな、アニメありだったら。鬼滅ね。ディオも確かにいたわ、ディオも。ヒロアカ俺知らないんだよな。あ、鬼舞辻無惨か。もう俺読めねえって、バレちゃった。あー、ベジータも確かにわかる。でも俺は、さあ、行きますよ、ドドリアさん、ザーボンさん、だったな。サザエさんは異色じゃないか。うわ、ディオか、ディオもやったな、ディオ。確かにディオ、悪役だ。うわぁ。これは、残念ながら。いや、これは難しい。これは難しい。個人の解釈すぎる。確かにそう。確かにそうかもしれない。結構古代、結構な解釈してるかも。お!みんな。来たよ、これ。来たよ、これ。これあれじゃん。これあれだよ。やっぱこれは、ヒュッてやるやつだよね。ヒュッて。ヒュッてやる方だよ。ヒュッて。ヒュッ。カッコつけでヒュッてやる方。これは。みんな。ヒュッてやる方だよ、ヒュッてやる方。これはね、
俺はね、ヒュッてやる方で、ヒュッて。ヒュッて。二択。ヒュッて。ヒュッて。ヒュッて。二択だけど、ヒュッてやる方。これさっきも出たからね。さっきも出たから。覚えてるかな？さっき言って、覚えてたら、ヒュッてやる方は、出るはず。ヒュッてやる方。もうヒュッてやる方で分かるんだよね、多分。分かる人。で、分かんない人は分かんないんだよね、やっぱ。知ってるか知らないかの知識の差ってのはでかい。すごいね、思う、そう。俺の解釈がダメか俺の説明ダメか。ヒュッてやる方。ああ、オーマイガー。いやー、信じろ。記憶力。ヒュッてやる方。合ってるじゃん、ヒュッてやる方。そうだよ。でも、ヒュッてやる方。来た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 よ来たよみんな。しかも俺画面出すの忘れてたし画面出すの忘れてたし。魔法使いが主人公の定番漫画といえば、やべえ、これ結構やばくない？ジェネギャ出せるし、俺、え？これどうしよう。無理だこれ。合う気がしないこれ。もうこれ合う気がしねえぞ。魔法使いが主人公のアニメなんて。魔法使いでしょ？最近あった魔法使い。魔法使い。最近あった魔法使いが主人公のアニメ。俺全然思いつかないから結構昔かもしんない。みんなに聞いてからにすればよかった。確かにそれもあるかも。俺これなんだけど。いくよ。フェアリーテイル、マギ、フェアリーテイル、魔法人ぐるぐる、おじゃまじゃドレミ、まどかマギか。みんな違う。フェアリーテイルって魔法使いなの？魔法人ぐるぐるとおじゃまじゃドレミは、俺が思ったよりもだいぶ昔行ったね。俺が思ったよりも昔言ったね。マギって魔法使いなの？これも俺も知らない。これも知らない俺。漫画とアニメ違う。ほんまやOh my god! ごめんな、俺は漫画だったって。ね、この二人多分近いで。これを一致させて終わろうみんな。みんなこれを一致させて終わろう。みんなこれを一致させて終わろう。いけるだろう。みんな、これでいけるだろう。ピンク、カーディガン、いけるだろう。一致させて終わろうぜ。みんな、ピンクのカーディガン、終わろうぜ。みんな、
ピンクのカーディガンで終わろう。オーマイガー。しょうがない、しょうがないよ、ラグがあるから。ラグがあるからしょうがない。これは春日だろ。あ、押せなくなった。よし、というわけで月1回参加型でやろうと思っています。これを最後は全員フィッチかつ画面が固まりましたけど、画面固まりましたけど、今日のこちらのみんな一致するまで終わりません。一致した回数3回、間違えた回数33回、合計36分の3、成功率36分の3です。でも面白かった。面白かった。楽しんでもらえたら幸い。うん。で、これをこれこのみんなで一致するまで終われませんは、毎月月末に、月末の土曜のこの時間帯、そうそうそう、大人数でできて楽しいよね。しかもこれだったらブラウザでできるから別に何もいらないから、これを毎月月末、次も月末、5月の末日27日かな、そうだね、11回に1回ぐらい揃う感じ。まあこれ続けていけばみんな分かってくるでしょう。これはこいつだろって。で、これを月1で、土曜日の10時からやってくから、コンテンツとして。で、来月の27日、またこれやります。なので、またぜひ参加してほしいです。で、次回は、俺が覚えてる限りで、一回出た問題は、スキップします。次回は。まあ、それはその時また説明します。でも、なんで、次回またこちらやりましょう。というわけで、今日は来てくれて、参加してくれてありがとうございます。ぜひぜひ。いろいろとね、また他の配信してる時もまた見てくれたらなって思います。というわけで今日は終わりたいと思います。ね、一応明日の予定、明日朝起きれたら朝活します。ゴールデンウィークのスケジュールを作る。で、お昼にモンハンをやって、で、夜に鬼滅の刃の同時視聴を今やってるの。日曜日の夜2週間に1回、明日鬼滅の刃の同時視聴やります。夜9時から、それは9時から5話と6話を見るんで、ぜひお時間空いてたら一緒に見ませんか。アマプラで見ますから、ぜひぜひぜひこれもよろしくお願いします。というわけで今日は終わりたいと思います。来てくれてありがとうみんな。それじゃあバイバイ。おつれん、お疲れ。バイバイ。